はい竹内ですこんにちは、こんばんはということで、関屋記念、追い切りを3つの角度から簡単に評価、いつものやつね、やっていきたいと思います。追い切り内容とコース相性、調教師の相性、馬地師の相性っていうところで、えー、簡単にね、紹介していきます、えー。当該コースと調教の成績データー、そういうものはね、対策動画の方ですでにアップ済みとなっております。はい、あと、私の方ですね、あの馬体がどうとかね、走り方がどうとか、足のなんか出がいいとかね、肩がどうしたとか、そういうこと分かんないので、はい、あのー、オリジナルのね、判定方法で毎週お届けさせていただきます。 いただいております じゃ、まずラインベックからね、順番に行きたいなと思います。はい、えー、反応調教です。54.7秒。15.6 14.、14.2、12.8、12.1ということで、まず左下から行きましょう。対策動画で紹介した特注条件、ロン一1ロンで0.6秒以上加速しつつ、しまいにロン12秒台窓めの加速ラップに該当ということで、新潟芝1600メ、えートルのコース特注調教に該当しました。今回のね、水曜日、まあ見終わったところで、す、え、べ、ー、ての馬の中でこの馬だけがコース 速中に該当していて星印がついております。はい。えー、っとラインメク高層時は加速ラップが綺麗な時にね、あのー、あハンロラップが綺麗な時に限定されてるんですけど、シマニハロン12秒台の加速ラップ今回の形ですね。これね2着1回5馬圏外なんですよね。 今年はね、加速ラップで構想続いてるんですけど、なんかいいなーって動きしてるとき、タイムのときに限ってね、コロ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 負けるまではあるんですよね。その点はちょっと心配だったりします。で、えー、旧車的にはですね、え、友道旧車、えー、2波の12秒台まとめの加速ラップと、えー、勝率15%近いですし、あの、まあ、あの、回収はね、低くて、人気馬の構想が多いっていうような形ではあるんですけれど、うーん、そうですね。 この友道9車の出に関しては、ね、姉妹のみ12秒台の加速ラップで、なんか地味な時の方がもう圧倒的に走るっていう傾向はあったりするので、やっぱその点では一つ減点、あと、まあ単走だとね成績落ちる傾向もありますので、そこはね減点させていただきました、はいで。ラインベックはまあ安定した先行力が魅力の馬だなと思うんですけど、実はクッション値別の成績が極端ですね。えー、まあ先行する馬だからっていうところでありがちですけど、クッション値9.5以上で2202っていう成績。 6000して、2勝2着2回素晴らしいですね。クッション値9.4以下でですね、6000全馬券外という結果になってしまっております。で、現状晴れ予報なんですけれども、まあ、この開催の新潟がですね、もうあの水を巻きまくって朝の発表のクッション値が低いっていうのが続いているので、 えー、今週だけ急にぐわっと上がることはないかなと思いますからね。そういった点では、あの、これまで構想していないクッション値の発表の日に、えー、構想できるかどうかっていうところが、まあ、あの、一つ鍵になるのかなと。あと、まあ、台風がね、えー、台風7号がね、どういう影響を及ぼすかによって、また天気変わってくるかもしれませんしね。はい、次、えー、リビーナ、え、これもトーム支給者ですが、えー、っと、 時計がですね、えー、一応これ、水曜日のものを書いてはいるんですが、実際に、ね、は日曜日のね、53.6秒 15.、15.0 13.、13.7 12.、12.6、12.3というほうが、当、え、該、ーまあ、ハ反論、最速時計っていうのを使ってね、うちのチャンネルはずっとやってますので、そっちの方がうが、本当は適用する、適用させなきゃいけないものかなとは思います。なので、あのこの上記掲載時計ではなくて書いてありますけど、最速時計は日曜日のものになるので、2ハロの12秒台まとめの加速ラップと見るべきだと。でディビーナはね4中3 この形なのでこれはいいですねはいで旧車としては姉妹のみ12秒でまとめの仕上げはね構成的先ほども言いましたがそれが当該種の最速時計での,の時計っていうねまあ、その余裕のある追い切り時計が一番だったりするので、まあ、実質日曜の時計が最速だったっていうところもあってのこの追い切りこれなのでまあ、丸という判定になるのかなとは思いますコースとの相性なんですが日曜日に53.6秒追い切りは緩めで姉妹のみという感じなんですが あの、加速タイムですね。はい。先ほども言いましたけど、12.6、12.3の姉妹12秒台を、ん姉妹2ハロン、12秒台まとめの加速ラップですね。はい。それ刻んでますので、えー、で、12.6、12.3なので、0.3秒、0.6秒はクリアしていないので、まあ、特注には届いてませんけど、まあ、原点は不要かなというところですね。加速ラップ別の成績とか見たい方は、ぜひね、対策動画の方をご覧ください。はい。で、えっと、 まあ DB なね、ビクトリアマイルで単勝224.9倍で上がり1位で4着というね、0.2秒差の結果を出しました。で、前走中京記念2着ということで、まあ、非常に小柄な馬なんですけど、すごく勢いに乗ってきたなっていうところですかね。 なんか、素質も、なんかね、あの、もう一段階開花しそうな、デビュー当時素晴らしいね、結果残してますからね。で、一回、あの、ま、重症路線に来てガクッと落ちて、ここからギュッと上がってきて、さらにね、これ、この先の活躍も、えー、期待される馬なんですが、えー、っと、このディビーナもですね、えー、クッション値の成績にかなり癖があってですね、クッション値8.6から9.4。まあ、普通のところからちょっと低めのところの範囲だけ、一生5馬圏外なんですよね。えー、中京記念2着はね、クッション値高かったんですけど、 はい。で、うーん、えー、クッション値が高いときの方が崩れる頻度がちょっとね、高めになってしまっているっていうところですかねで。今の新潟だと、先週までこの範囲ばっかりなので、さてどうなるかなっていうのは気になるところですね。 セルバーグです。えー、反路で54.4秒、姉妹が、えー、12秒台まとめの加速ラップの形なんですが、全5章、す、え、べ、ー、てが反ロ加速ラップですね。で、そのうち4章が姉妹2波論、12秒台まとめの加速ラップ、爆券率も60%、その時は超えているということで、20丸をつけました。はい。えー、車全体のですね、成績の平均、まあ、勝率でも回収率でも上回るのが、この12秒台まとめの加速、もしくは減速ですね、姉妹2波論の時で、勝率10%超えてますしね、回収も80%。 台あります旧車の中で、はははこれが一番ななななののかなと思うようよ状況にはなっております、はい、コーストの相性はまあ左下丸です、ねでえー、前走ね、中京記念を勝利しているということでね、やっぱバーグがつくんでね、ハンバーグ師匠。ハンバーグ師匠といえば、糸田さんですね、スピードワゴンのね。確か愛知県だったような気がするんですけど、気のせいでしょうか。<laughs> あの割と CM とか見るんでね、あの僕、愛知なんで、はい、こっちの方なのかなと思ってるんですけれども。 ええ、全然、あの、重要な話じゃないですよ。で、えっと、クッション中別のね、成績ともあんまないですしね。あのー、ま、非常に万能ですね。あとはもう花切るか先行できるかどうかっていうところで、行けずにね、中断とか、あの、ま、ちょっとこう、後ろ目で折り合っている時っていうのはもうその時点で大体馬券は紙くずになってしまうという馬だったりするんですけれど、 まあ本当にね、だからあのまあスタート一発というかね、そういうところはある馬なのかなと、まあ、今村聖奈騎手が乗ってたんで、金量が軽い方がいいっていうイメージの方が強いんですけど、で岩田未来騎手58キロで勝ってますしね、前走中京記念もまあ55キロということもありますので、まあ、金量うんぬんとかよりは、 もう完全に位置取りが重要な馬なのかなとは思いますね。はい。馬体がね、ちっちゃいんでね、あの、筋量軽い方が、えー、軽いから走り始めたのかなと思ってましたけど、ただ馬が良くなってきただけなのかなっていうところで、はい。筋量の部分ではそんなに気にしなくていいんじゃないかなと思いますね。 次に、川北レブリー、反路で54.1秒 12.、12.7、12.4の加速ラップとなっておりますが、まあ、あの、この馬別にね、全体タイムとかラップとかあんま左右されずにね、どんな調教でも、あの、クッション値さえ高ければ高層しているような成績の馬だったりします。で、旧車としては、あの、姉妹のみ12秒台の地味なね、加速ラップとかね、余裕なる仕上げの時だけはね、もうズバ、ズバ抜けて走るんですよ。まあ、これはあの、他のレースで使えるので、あの、杉山義明旧車に関しては、あの、 地味加速ラップ。はい。姉妹のみ12秒台地味加速ラップの時はちょっと買いましょうみたいな。そんなね、意識を持っておくと、あの、いろんな馬券当たるようになると思うんですけどね。はい。覚えておいて、覚えておいていただければなと思いますが。ええー、と、ま、あでもこういう感じでね、姉妹12秒台にハロンまとめているようなね、しっかりだとね、これ成績一気に悪くなるんですよね。勝率4%、回数20%以下とかなんで、 まあ、珍しいですよ。ここまで悪くなるのは。うん。だから、ビシッとやってる時で余裕がないのかなっていうふうに思っちゃうぐらい成績が悪かったりします。はい。で、えっと、そうですね。ここもコースと調教の相性はもあるということで、まあ、島に波の12秒でまとめの加速ラップの形ですね。で、今回、関屋記念でね、あの、原則ラップの馬がいないと。 いうこともありますで特にイハロンのみ12秒台の減速ラップはもうあのドボンのコースですからね。はい。なので、そこであのコースと調教のところにバッテンを打つ馬はいないという感じですかね。で、えっと、川北レブリーなんですけど、クッション値が高い時に構想率が高い馬であると。 で、あの、出足つかずにね、刺した時もクッション値が高い方が良い成績ということで、まあ結構いるんですけどね、そういう馬ね。はい、クッション値高い方が差しを決めている馬。はい、そういう特徴を持っている馬というのは結構いたりするんですが、まあそう考えるとね、新潟競馬場のクッション値がこのやっぱ急激に上がっている開催にでもなれば面白いのかなとはね、プラス要素にはなるのかなと思うんですけど、おそらくそうはならないんじゃないのかなっていうところですね。 はい、えー、夢の国、ロータスランドということでですね。はい、一回行ってみたいものですが、えー、リトの波の56.1秒、姉妹のみ12秒台の加速ラップとなっておりますが、まぁ、あ、14.9、14.9のところはね、加速になってませんけど、まあ誤差範囲というところで。はい、で、加速ラップはハロン11秒台のある減速ラップしか勝利していない馬だったりします。えー、姉妹のみ12秒台のね、こういう地味な加速ラップでも安田記念以外は構想しているということ。あとはまああの辻の旧車なので、えー、まあ毎週のように行ってる気がしますけども、加速ラップの時 はしっかり買っていこうっていうね、旧社ですから、まあ、あのそこはね、狙い目ですね。はい。で、えっと、まあ、14.9、14.9の部分は誤差の範囲でもあるという判断をしました。えー、まあ、姉妹のみこの12秒台の加速ラップの時であればね、全体時計も遅くて全然好成績なので、はい、これは二重丸打てるようなとこですね。で、えっと えっとですね、えー、っと、えー、っと、えー、っとですね、あとどこ読めばいいのかな。はい、右下にしましょうか。えー、っと、まあ、加速ラップの時だったらそれだけでも買いの馬と旧車という感じなんですけど、クッション値的にもどういうところでも関係ないし、むしろね、あの、めちゃくちゃ馬場が悪い時はすごく走る馬だったりします。で、えー、っと、まあ、仮にですけどね、台風7号ですよね、あの進路の影響で、まあ、万が一雨とかね、降るかもしれませんからね、ちょっと離れててもね、 なので、うん、まあでも、まあでも影響薄いかな。でも14日ぐらいでしたっけ月曜日ぐらいに、えー、どこでした東海地方の、えっと、南の海上とかですよね、まだね。だ大丈夫なのかなと思うんですけど、 うん。まあ、あの、雨が降ったとこで問題もないですしね。はい。もう問題があるとすれば、この馬はもうどういうところから競馬をするのかっていうのは結局読めないっていうね。行くのかなと思ったら行かないしね。えー、刺すのかなと思ったら行っちゃいますからね。なかなか難しい馬なので、その辺はあれなんですけど、まあ、どういう競馬でも力出してくれる馬ですしね。はい。この状況だったら僕は買いなのかなと思っております。まあ、距離に関しても、ま不安はありますけどね。はい。あるんですけど、まあ、このメンバーなら、はい。 さあ、えー、夢の国ロータスランドの次は3 キブリランテということでですね。はい。ホニャララランドつながりになっておりますけれども、エ、えー、ヤハギ9社ですね。ハードで55.0秒しまいのみ12秒台の加速ラップということでね、妙に多いですね。全、えー、全5べ全てがニハロン12秒台まとめの加速ラップか減速ラップの間です。はい。13.1秒なので、ここ、今回ね、ニハロンのところが、まあそこまで問題じゃないかもしれないんですけれども、ちょっと1段階下げてもいいのかなとか、まあいろいろね、ちょっと悩んだんですけどね。はい。悩んだんですけど、まあ、とりあえず、あの、末を というところで、はい、加点減点なしの丸とさせていただきました。え旧車としては、ニハロン12秒台まとめの加速ラップで、全体時計53秒台以下が狙い目の目安ということでよく紹介していますが、姉妹のみ12秒台で55秒台の反ロ時計ですね、これ、あの旧車全体の平均を超えるぐらいの成績は出してますね。はい、一般的な旧車の勝負調教ぐらいの成績があると、さすが矢作先生ですね、という感じです、はい。で、えっと、そうですね、左下に関しては、 二波論一波論の加速ですね。ここが、あの、ま、二波論の時計が微妙に足りてないっていう形になりますが。で、特注長距離を逃しちゃったんですけど、あの、限りなく二重丸に近い丸っていう見方でいいのかなということで、はい、丸々,々としておきました。で、えー、ミキブリランテなんですが、えっと、走ってきたまあレースのね、外套数の頻度の違いはあるとはいえですね、クッション値が9.5以上で一勝二着二回、それ以下で二着三着各一回という結果にはなってます。高いところの方が若干いいのかなですね。で 控えた時に差し馬上位のレースでもでもすねちょっと見劣りするような競馬が続いてきました。もう7歳のですね、7歳のもう真ん中となりますので、まあ、見どころある、なんかおっとね、おっと思うようなね、あの動きとかしてね、あれ来るんじゃないかっていうところは結構あったりするんですけれども、ちょっとやはりもうピークは過ぎてきたのかなって、最後に勝ったのは2年前のニューイヤーカップとかでしたっけニューイヤーカップじゃないや、ニューイヤーステークスか。 阪神カップの、半身カップん半カップでダメでニューイヤーステークス走ったんでしたっけで、阪急杯も走ったんですよね。はい。えー、なんですけど、うん、うん、うん。ちょっと金層のね、感じを見ていると、まあ、厳しいのかなっていうね。この馬にじゃあ何か展開が向いたら他の馬にもね、向いてる馬いますからね。はい。なかなかちょっと厳しいのかなと思いますけど。 次にフラズダルムです。リッドのウッドで4波論からですね、54.6秒というタイムなんですけど、フラズダルムがね、あの、反応が早い時とか、ラップが綺麗な時などに構想していた馬でした。昨年からね、あの、昨年の半ばぐらいからウッドに変更して、 勝利したのは一回だけで、あと全部馬券街になってるんですよね。ちょっとその変化は気になりますね。で、旧車としてはうどい切り反応なしっていうところで、あの、フラーズダルム反応全くないんですけど、えー、これで構想している馬がですね、あの、フラーズダルムを含めて、まあ、数える程度かなっていう、両手で数える程度しかいないですね。はい。そんな感じにはなって、 おりますでえっと左下宇都の姉妹11秒台の成績ね勝率10%超え解消も100%超えてますこれ対策動画参照していただければなと思うんですが反論全くなしはねちょっとやっぱ減点材料になっちゃうということではい黒三角になっております、えー、フラーズダルムクッション値的には偏りがあまりないんですけれども調教をねさっきも言ったみたいにガラッと変えた昨年夏の夏以降で7戦1勝6馬圏外になって いいるという感じなんですよねその1勝もですね、実相を結局戦った相手が1投も馬券内に来てないっていうね、元町ステークスの勝利だったので、ちょっとその辺不安だよなっていう感じですね。で、次、乗るか、ソるか。はい、いい名前ですね、えー。大好きです、この名前。リッのウッドで4波の50.0秒というタイムなんですけど、不思議とね、ウッドの時計が早いほどね、高走率が落ちるんですよ。はい。で、今回ぐらいね、51.0秒ぐらいだとね、乗るか、ソるかで言うと、ソるかなんですよね。 <laughs> で余裕がある時計ですね、そっちはね、乗るかになるんですよ、僕の中では。で、4波論51秒台だとね、52秒以上よりもね、馬券率大幅に落ちて,ている、あまあ、不思議な傾向がある馬なんですけど、ちょっと余裕があるときの方が走るのかなという感じですかね。で、9社としては、ウッドの4波論時計が速いほど好成績なので、これ自体はいいんですけど、付属して反路が速い方が好成績の傾向であると。で、乗るか、それか、日曜日でも60.5秒で、まあ、日曜なんでね、それぐらいでも当たり前なんですけども、まあ、日曜日もっと速い時計出す旧車とか、まあ、パターンも結構あります。 でもこの形でも勝率10%は超えてるんですけど、藤岡急舎的にはね、回収の部分ではものすごく低くなっておりますので減点してます、えー。コースとの相性、しまい11秒台ですね、ウッドで,で。レース前7日間に反論もちゃんとあると。ただ反論の時計は日曜日に早めとかでもなくてね、さっき言ったみたいに60.5秒ということで。 まあ今回は姉妹11.2と11秒台前半なんですけど、まあ加点の二重丸は見送っていいのかなということで丸にしました。はい。でもこの乗るか反るか自身はすごく魅力的で面白い馬で、あの逃げた時にね、えー、まああの66、66%ぐらい馬券内に来ていると。まあ最近はそうでもないですけどね。デビューからの全体のキャリアで言えばそんぐらい来ていると。マ、ま、イ、あ、ルセに限定したら75%。まあすごいですよね。なんでやっぱ能力足りる足りないっていう以前になんか、 うん本命とかにはしづらいのかなと思いますけど、あと1頭足せるなとかね、あと1頭足したいなって、なぜか競馬ファンって思うじゃないですか、あと1頭足したいなとかって、自分の中で予想固まってんのに、なんか1等足しときたいなみたいな、思うときあるじゃないですか、ああいうときにだったらあの、乗るか、そるかっていうのはあの、その時余ってたらね、ポンって入れてもいいタイプかなっていうふうには思いますね。 次、ララクリスティーのリトのウッドで波論5ハロンが67.5秒、姉妹11.2となっておりますが、えー、っと、まあ、そもそも成績にそんなに崩れがない馬なんでね、えー、長距離の差はありません。えー、なんですけど、まあ、ウッド行きで反論ありだったら、まあ、全く問題ない結果を出してきていますし、で、このウッドの姉妹1ハロン、今11.2で、これ今回ね、あの、ウッド長距離してる中、東西ともに、えー、姉妹時計で言ったら1位タイなんですけど、 あの、ウッドのね、姉妹千春が出走馬の中で1位の時にですね、5戦3勝2着2回ということで、そのレースのメンバーの中で姉妹が一番切れている時はきっちり結果残しているっていう特徴があったりしますね。で、旧車としてはウッド66秒台の以下のね、信頼度が高いんですけど、 もう67秒台でも全然、あの、他の一般的旧車のね、平均的な勝負調教レビューの成績を持っているという感じです。レース前7日間も反論があればね、勝率20%台、解消も100%を軽く超えているという形なのでね、えー、もう斉藤さんだぞってよくね、あの、紹介しますけど、はい、僕の好きな斉藤隆旧車のいい調教のパターンの、まあ、そうですね、えー、この旧車の中でいたらギリギリ滑り込み20丸なんですけど、えー、全体的に見たら非常に素晴らしいという感じです。えー、で、 そうですね。えー、っと、まあ、左下に関しては先ほど乗るか、反るかと同じ内容にはなっておりますが、で、このララクリスティーヌですね、対策動画、えー、月曜日にアップしたのかな日曜日だったかなあのー、中でも僕は結構押してる馬だったりするんですけど、 えっと、新潟競馬場でクッション値8.8から9.1っていうところで3回走ってる。これがこの馬の新潟で走ったら3回のキャリア全てに該当するんですけど、えー、2勝2着1回になってますね。で、クッション値が急に高い新潟とかあったら心配ですけど、先週までの新潟のクッション値を考えたら、まあ、ここの範囲ですね。8.8から9.1。大きくずれることもなさそうかなと。うん。 ま、あの、せ、あの、対策動画でも言いましたけど、急に上がってたらちょっと陰謀論 <laughs>、あるぞっていう感じなんですけどね。はい、まあ、そんなことはしてこないかなと思う、思うんですけど、してくることも結構あるんでね。え、その辺不安なんですけど、はい。あとはもう左回りでクッション値9.4以下で4勝ということで、まあ、一番いいような状況にあるんじゃないですかね。先週までの通りであれば、新潟競馬場のクッション値が。 次に、えー、名所新竹です。えー、リットノードで4波のが52.5秒というタイムになってますが、あの、ウッドイキリが基本ですね。その中でのばらつきはありません。あんまり特徴がない馬です。はい、状況の部分。で、うーん、の方がね、交渉している点はちょっと特徴なのかなっていうのだけは一つご紹介しておきます。はい、それぐらいですかね、特徴があるとし、あるとしたら。で、旧車としてはですね、あのー、ウッドイキリで単走の時っていうのは、 ま、要警戒が必要な旧車なんですけど、まあ、今回名称新竹、えー、まあ、遅れてしまっているという感じですね。合わせ遅れ。えー、で、えっと、しかも日曜の販路早めっていうところまで。はい、これが付属させた形がベストで、だから日曜の販路早め、日曜にしては早め、うっどい切りがベストなので、 そこからずれちゃうと一気に成績が落ちるんですよね。なんでここはバツ打ちました。ただそのコースとの相性のとこだけ二重丸がついてて、姉妹11秒台で日曜の販路が57.0秒ということになりますので、で、姉妹13.9、13.3で、まあ、まずまず早めではあったと。はい。で、えっと、立組の中で比較すれば、まあ、この馬だけはちょっと加点してもいいのかなっていうね、コースと長調教の相性の部分でということで、もうちょっとチグハグ、あ、まあ、チグハグっていうか、あの、 それぞれぞね独立したあのファクターというか方向から見てますのでこういうね印になることもあるんですけどうんでもコースと状況の相性がいい馬はねよく走りますからねなんでねちょっと気にする馬の中にはうん気持ちなんか入ってきちゃったかなっていう感じには僕の中ではなっておりますはい。 で、えっと、過去5勝してますが、5勝のうちの4勝がクッション値9.5以上なんですよね。で、うち3戦が阪神、えー、3戦じゃないわ。3勝が阪神競馬場でのものということで、阪神でクッション値高い時に買いたい馬だなっていうのが、まあ、あの、この前の一番の思いなんですけど、えー、その点で考えると今の新潟競馬場の低めのクッション値が継続することは、まあ、歓迎とはいかないのかなと思いますね。 でプレサージュリフト、はい、えー、見本のウッドになりますけど、先にちょっと右下読んでいいですかね。なんか、あの、まあ、出れない予定だったんですけどね。えー、っと、で、回避する馬が出て出走できるとかっていう話があったりとか、でもなんか熱発であの回避するとかなんとかね、そういうのが今ね、これ収録してる、ちょっとね、あの収録してる前半にですね、あのスマホに友達から、はい、知り合いでって書いてますけど、まあ、友達の方からちょっと届いたんですけど、 うんどうなるんだろうって、今これ収録してる段階では正直わかんないですね、僕は。はい。で、えっと、普通に走れば上位の馬の、ね、力だと思うんですけど、まあ、一番は寒い時期の東京なのかなっていうね、そんな感じなんですが、はい、美穂のウッドで、ご波論はん論が69.1秒という時計です。で、高想時、えー、日曜の販路が加速ラップになっていると、で、追い切りウッドの、まあ、旧車お得意たパターンですね、はい、木村旧車お得意パターンで、えー、この馬もずっと出てきてた馬。 で、えっと、半年ぶりの競馬になります。当然、販路はもう改修工事に入ってしまっていて、あと、まあ、2ヶ月かかるんですけど、なので、販路なしのパターンっていうのは初になりますね。なんで、まあ、判定外としておいた方がいいだろうと思って横線を打ちました。で、旧車としてはね、あの、まあ運動域、ウッ日曜販路早め、加速ラップ、えー、まあ、木村旧車のキムキム旧車、じゃない、間違えた。木村旧車のキムキム超強ですね。はい。しょっちゅう言ってんのになぁ。 キムキム級者って言っちゃった。<laughs> 木村級者のキムキム級者ってね、どっちも級者やんけって話になっちゃうんですけど、まあ、あの、必殺技ができない期間中にはなってます。はい。で、やっぱウッドで反応なしになってからやっぱ勝率はぐっと落ちてしまってるんですけど、ねそれでもやっぱ波の成績なのは、この級者さすがだなと思いますけどね。 はい。で、えっと、左下、美保のうどしまい12秒台なんですよね。と、これだとね、勝率5%台。回収もかなり低いということで。まあ、これあの、対策動画でもすでにアップしているので、そちらで見てほしいんですけど、えー、まあ、回避する馬が出て出走可能となったっていう話がちょっと耳に入ってきてはいるんですけど、うん、当然、販路は工事中。で、そもそも限定になってしまう上でしまい12秒台。出れないこと前提の状況だったような感じもしなくもないですけどね。 どうなんでしょうね。もし調子悪いんだったら本当に出ないでほしいですね。はい。もうやっぱ最近ちょっと馬がね、レース終わってからだいぶ調子悪かったという話とか増えてて、こんだけ暑いですからね。まあ無理しないでほしいなと思います。 次に、アベラーレです。はい。えー、これも木村厩舎になります。とです。ごはロン67.7秒、姉妹11.3。はい。で、こちらも同じくですね。えー、まあ、反論の加速ラップの時しかね、勝利も連帯もない。まあ、あの、木村さんのところの馬らしい感じなんですけれども。で、えー、前走が KO 杯。5月ですね、KO 杯スプリングカップ。その時までは当然反論ありました。で、えー、反論がなくなって初めての出走となります。はい。えー、まあ、あの、 ウェルカムで初、ね、<laughs> のようこそ状態になっておりますので、まあ、横線打つしかないなという感じです。はい、で、えっと、この9社の説明のところは、もう先ほどのプレサージュリフトと全く同じになっております。はい、で、えっと、左下は、見本の落としまい11秒台というのはね、これ勝率も回勝も高いコースであると、まあ、対策動画を見ていただきたいんですが、ただ反論も使いつつの成績が良い傾向なので、これはもちろんですよね。なんでも この見本販路はね工事中なのでその期間はちょっと、あのー、こういう判定とかもふわっとするのも、えー、耐えなきゃいけないしねあのー、ずっと、まあ、1年2年この最近ね、えー、ここ数年距離の話のーコースとの相性とかも結構強めに配信してきてるこのうちのチャンネルなんですけどなんでいろんなあの皆さんねえ三、ー、保の販路組の買い方とか、えー、ウッド組のプラス販路の買い方とか すごくあの、情報をいっぱい身につけて、ガンガンね、あの、成績上がってますっていう方、春ぐらいまでいましたけど、やっぱり、今の期間はね、反論がないんだから、それは使えないので、ちょっと我慢の時期です、時期になってきますね。はい。で、折り返し地点には入りました。はい。あとちょうど2ヶ月ぐらいなんで、もう耐えましょう。はい。一緒に耐えましょう。はい。でも一番耐えてるのは調教師の先生たちですからね。もう結構しんどいと思います。はい。で、 あのこのアベラリに関しては、やっぱり決め手の部分で言ったら、本当素晴らしい馬ですよね。ニュージーランドトロフィーで上がり13位っていうのが1回あっただけで、あとはもう1位から5位、ほとんど1位ですからね。はい。で、新潟の芝は1600メートルだとクッション値が低い方がね、この馬にはあの合うのかなっていうね、決め手で勝負できるっていうところで、合うんじゃないかなと思うんですけど、ただやっぱ反論なしが初であると。 うんうん、だったら、まあ、この反ロがない期間に奔走していただいて、秋以降に反ロが戻ってきたときにです、ね、日曜日に反ロ加速ラップでウッド追い切り、そこでね、あの買うっていうのが、まあそういう、そうやって買いたい馬のリストですよね。えー、僕もちろん作ってますし、まあ、皆さんも作ってらっしゃる方多いんじゃないかなと思いますけど、はいまあ、そこのリストに入れ,れるならそれはそれで問題なしなんですけど、はい、あのでも能力ありますからね、構想しても全然おかしくない馬だと思います。 次にコンシリエーレ、えー、本当に出るんでしょうか、えー、毎週毎週この手の馬が、えー、ダートでも芝でもいたりするのでね、ちょっとその辺がややこしくさせちゃうんですけども。 えー、競馬の予想っていうものをね。はい。日本の音で5波の68.5秒、シマイ11.9ということで、まあ、ダートしか走っていません。いないんですけど、あの、まあ、国内、中央、地方問わず海外まで含めてね、もう構想連発しているということで、いや、すごいなと思いますね。はい。えー、で、あの、元も々ともと反路使わないので、<laughs> 何の影響もないんですよね。反路が回収工事に入ってもね。っていうところは、まあ、この馬にとってはでかいなと思います。でも、だったらなんかもっとダートの路線を行ってほしいなと思うんですけど、はい。 で、旧車としては反論なしのうどい切りっていうのはこれ基本なんですよね。で、ダート戦だけはまあ極端に強いんですよ。そこなんですよ、問題はね。だから、調教パターンとして全体的に見てもこの旧車の高成績の範疇に入るんですけど、芝ダメなんですよね。ダート戦だとめっちゃいいっていうところもあるので、うーん、だから、えー、なんでしょうね。今回芝じゃないですか。だから気持ち的には罰なんですけど、 判定はクエスチョンマークにしておくっていうのが、まあ一番の、うん、一番バランスがいい判定方法なのかなっていう風にはちょっと思ったので、はい、そんな感じさせていただきました。ええー、と、あとまあね、こんだけのダートで活躍している馬なので別に芝に、芝で走る必要性は僕はないのかなと思うんですけど、でも本当昔よりね、ダートですごい抜群の成績の馬の芝挑戦がね、 なんか増えてますよね、近年ね。まあ昔からあるんですけど。はい。で、でも多くの場合が、うん、やっぱり凡走してしまいましたと。で、そっからダートに戻ってもなんか調子が上がんねえぞみたいなね。なんかそういうね、うん、パターンもちょっとありますからねなんか。だからなんか心配になっちゃうんですよね。はい。まあまあでも、正直出てきたところで未知数なので、えー、とも言えないですね。 はいえー、次にエターナルタイムです。見本のドテゴハローが68.1秒。これ意外だったんですよね。うん、あの、まあちょっと言っていきましょうか。順番にね。えー、と、前走ね、反露工事期間にも入っているんですよ。エターナルタイム、えー。6月18日の玉川ステークスですね。ここ勝利してるんですよ。だからそこは実績の一つとしてやっぱ見ることができますよね。うん、反がない期間に反路の、反露なしで、 えー、ウッド追い切りで、えー、勝っている、結果を残しているっていうのは大きいと思います。はい。で、うんと、まあ、そこもね、リトーンもいるレースですからね、なおさらなんですよ。なおさらプラスで見た方がいいと思うんですよ。なんですけど、あの、まあ、先週66.3秒があったっていうところがあるからだとは思うのですが、ちょっとこの追い切りに関しては、らしくない時計ですね。いつももっといいと内容ですからね、いい時計ですからね。 これどううなんだろう、うん、でもメディアは多分これまでよりタイムがこんだけ下がってるのに下がってるというか上がってるというかね遅くなってるけど抜群っていうね68.1抜群って言って太字にして文字でかくしてメディアは書くでしょうけどねはいこれよく言うんですけどあの スポーツ新聞とか見てるとね、すごくあの、面白いんですよ。はい。調教ね、めっちゃ悪いんですけど、あの、フォントサイズでかくして、あの、褒めるとね、めっちゃいい時に見えるんですよ。 うん例えば、半路で51秒台以下の馬とかが3頭、も4頭もいたりとかね、姉妹11秒台で加速してる馬とかが3頭、4頭いたりしても、人気薄だったらね、全然あの注目、なんでしょうあの、ちっちゃい文字でね、あの隅っこの方に書かれてるんですけど、もう単勝一1倍台とか2倍台とか、はい、1番人気とか2番人気とか、それぐらいの馬が、 あの、例えばね、半路で54.3秒、で、姉妹12.6とか、まあ、地味じゃないですか。なんですけど、でっかいね、あの、文字のね、フォントサイズガーンって上げてね、姉妹12.6。 もう、なんか、切れ鋭とかってね、あの、切れ味鋭い、切れ鋭って2文字でね、書いたりするとね、見てる人は、おお、そうなんだ、いい状況なんだって思うんですよね。あれはね、良くないぞって思うんですけど、まあ、エタナルタイムもなんか、そんな風に紹介されそうな気がします。はい。えー、トースポ買おうかな。<laughs> で、えっと、別に、これトースポさんの悪口じゃないですよ。はい、僕、トースポ、あの、小学生の頃から愛読なんでね。はい、あのー、プロレスファンだったんで。 ファンだったっていうか、ファンなんですけど、今でも。で、えっ、ー、と、どこまで言いましたっけうんと、9社行きましょうか。はい。えっ、ー、と、ウッドなら時計が早い方がね、勝率が上がる9社なんですけど、68秒台だと成績悪いんですよね。はい。もっと上、ももっと悪いですけど。うん。で、反論ありでも、なしでもありでも、大きな差はないんですよ。 はい。なんですけど、全体的に勝率も解消も地味ということで、まあ黒三角までしか付けられないかなっていうところですかね。で、コースの相性なんですけど、11秒台はまあギリギリ届きません。まあ12.0なんで誤差の範囲と言えますが。で、半露なし分も考えると、やっぱコース相性の項目に関しては、2段階の限点でバツとさせていただくしかないかなと思いました。はい。 で、このエターナルタイムですね。ルメール様がですね、まあ重症級であると、まあ以前からもう大絶賛している2勝クラス勝った時から言ってます。はい。なのでもうね、当然人気もするでしょうし、もちろん、あの能力は間違いなく高いと思いますよね。レースを見ててもね。強い馬、いい馬だなって思うんですが、まあこれ、調教に関しては、 うーん極端にこのね、今週のね、当手の内容が落ちているっていうところは気になりますので、これで人気するんだったらなんか、一丁ね、あのー、削ってみてもいいのかなっていうふうには思いますけど、まあもちろん手広く買う方は馬券内な入れた方がいいと思いますけどね、僕週末3等に、あのー、3頭チョイスした11ベッドで買い方をしているので、 ま、三頭しか入れ,入れられないところに、あのー、ちょっと違和感のある人気馬とかを入れる必要性は僕のチャンネルの買い方ではないの、あの、意味がないので、エターナルタイムはこれで外しやすくなったかなと思いますね。 で次にフィアスプライド、対策動画の方では割と注目していたんですけど、まあ、ちょっとうーんって思うような内容でしたかね、見本のうど、ごハるの69.5秒。もともと反路ありつつのうドが基本だった馬でありますが、前走反路なしの期間に入りました。で、休み明けのエプソムカップ走って9着。 うん、で、昨年後半の構想時よりも時計もぐっと遅くなって、休み明け、とたたきで上昇して調教良くなるのかなと思ったらそうじゃなかったと。なんですけど、やっぱ前走休み明けなのに元気いっぱいで、あの、本当は後ろから貯めたいのに、結構行っちゃってね、なんかあの、ポジション取りに行ってしまって、で、結局、全然ダメだったっていう形なので、あんまり気合を入れすぎたくなかったから、こういう調況なのかなとも思ったんですけどね。はい、なんですけど、だからその推測で、あの、丸とかは打てないので、はい、客観的に見ての罰みたいなね。あの項目 特別であのちゃんとやってますから、はいえー、そうするしかないかなと、で旧社としてはウッドの追い切りで反論があればまあ早い方がいいという形なんですけど、当然あの、反論ないですよねで、あと合わせ先着編入なら馬券率は高いと、その点はまあいいんですけれども、うんとただ、その国枝旧社、反路なしでもね、あの反論なしのウッドでも、他の旧社よりはまあ,あの影響が薄いタイプの,けあの旧社ですね、はい、そういう結果を残してきているという点はまあ,あのいいのかなと思います。はい で、えっと、左下、えー、しま11秒台も、反路工事以下略ということで、はい、同じのが、あの、同じ話がずっと,と、ね、この項目はもう続くので、えー、こんな感じさせていただいております。えー、でもやっぱ決めて発揮ならね、そりゃ十分通用してもおかしくないなと思うまですし、 クッション値も低い方がいい馬だと思いますからね。はい。なので、えー、新潟のクッション値がまあこれまで通り低めで、えー、上がり1位出してる馬との成績がいいっていうね、そんなパターンのところでバーって足使えればいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、でも前走みたいに再度気持ちが空回っているようだったら、ちょっと不安ですよね。うん、あとこの調教の内容だとそんなになんかすんげえ良くなってるような気はしないんだけどなという感じです。 でこちらも国枝厩舎のビューティフルデーということで、ウッド5波論66秒、はい、こちらいい時計ですね。えー、っと、まあ、このビューティフルデーに関しましては、前走、えー、反論がない期間に入っております、6月25日の競馬に出,出走していますけれども、 えー、そこ、反路なし、えー、ウッド姉妹11.2秒、はい、えー、勝利と、いうことになっております。で、過去にもね、あのー、反路なしで勝利したこともある馬なので、はい、えー、そこもいいですよね。で、ウッドのご波論65秒台で2戦二勝している、まあ、66.0秒だったらもうギリギリその範囲と近いので、まあ、不安、不安というか不満はないですね。っていうような、えー、ところで20万ラつけさせていただきました。はい。 で、えっと、旧社の部分はもうフィアスプライドと同じくくりのね、内容に分類することにはなるんですよ。時計全然違うんですけどね。まあ、調教が、調教の形であったりとか、調教のパターンですよね。そういうとこなんですけど、あの、タイムの部分ではこっちの方が当然ややね、成績が良いという、えー、認識だけ持っておいていただきたいんですけど、あの、丸と二重丸ほどの差はないので、同じ丸にはなってますね。はい。んで、えっと、 まあそうですね。えー、左下のところはなんかあの目で追っていただければなと思うんですが、えっ、ー、と、ビューティフルデイ、クッション値的には万能の馬です。馬なんですけど、高い方が成績が良いっていうことも事実で、クッション値9.5以上で7000して馬券が1回だけという結果なんですよね。そこは割といいとこだなと思いますし、前走反論なしの期間に入りました。入って反論なしのうどい切りでした。で、それに加えて、えっと、 リットバーがちゃんといるレースですね。リットバーは、あの、リットは反論ありますからね。そこを相手に勝利している点は、やっぱり評価材料かなと思いますね。2、3着ね、あの、リットの馬でしたからね。名称チタン、テンハッピーローズだったりもしましたし、テンハッピーローズも人気ありましたけどね。同じようなところから、あの、勝ってるので、うんえー、その点は非常に良かったのかなとは思いますね。はい。まあ、金量差もあったと思いますけど、その点もプラスなので、僕はかなりビューティフルでは気になっている 1> 1頭に入ります、はい、次にね、えー、フォルコメンですね。はい、お茶パメンを思い出しますけれども、美、え、保、ー、の音でごはん論67.9秒となっておりますが、あの比較的反路が早めで、ウッドの組み合わせで構想している馬なので、やっぱこの反路なし期間っていうのはちょっと不安かなって、初なんですけどね。初っていうか、あの一応、全艘走ってますけど、その期間には。函館の競馬だったのでっていうところですかね。うん ま、その点はちょっと気になるかなとは思うんですけど、あの、そうだな小倉とかで走った時でもね、あの、追い切りは小倉のダートでやってますけど、その一周前とかに反論も使ってないとかもあったので、うーん、全くの初ではないんですけどね。はい、全くの初ではないので、あの、横線じゃなくてバツを打つという感じにしました。で、急車的には、あの、 ベストはやっぱね、うっといきり、日曜販路でラップがいいみたいなね、えー、形なんですけど、ただ反論は工事中であると。えー、ただ反論なしのうどいきりでもですね、何の問題もなく対応してるんですよね、折り急車ね。すごいっすよね。今年のこのもちろん、その6月以降の話ですよ。もう全然楽勝で対応してるので。というか、反論がなくなってから普通にあれですよね、旧車のあの、急車が強いっていうかね、もともと成績いい旧車がやっぱいいですよね。対応できるんですよね。 うん、そういうもんなんだっていうふうに思いました。やっぱ調教師の先生とか旧の、旧舎の差、成績差とかってすごいことなんだなっていうふうに思いました。ジョッキーに関しては、うーん、まあ、の、ね、あの、なんでしょう、えー、例えば川崎氏が乗ってる馬をすべて、他のね、ジョッキーが乗ったら、もしかしたら成績同じぐらいになるかもしれませんけど、やっぱ旧舎に関してはちょっと違うんじゃないかなっていう、やっぱりそこの、えー、やっぱトレーナーですからね、はい、あの、コーチというか、 すごく重要な立場であるということは、この夏、この反路工事期間中に入ってすごく、うん、改めてなんかそこを見ることができているので、割とあの、無駄じゃない、無駄にはなってないな、この4ヶ月。まだ半分ですけどね。反路工事している間の4ヶ月、無駄じゃないな、っていうふうに思いました。この4ヶ月でしか見えてこないことも結構ありそうですからね。まだ2ヶ月、はい、目を凝らして見ていきたいと思います。えー、で、フォルコメ、えー、クッション値が高いとき、まずまずなんですけども、 うん、低めでのね、えーまあ、構想がですね、この前が崩れて追い込んで2着のダービー卿チャレンジトロフィーだけとなっていて、それ以外のクッション値9.4以下のレースがあの5着1回、2桁着順5回なんですよね。これ結構痛いなとは思いました。クッション値高いとこばっかりで走ってるんだと。うん。で、えっと、なんでね、僕的には出てくるなら崩れておいてほしいです。 はい。あの、クッション値高いレースに人気ない状態で出てきてくれたら買いたいですね。だから秋に買いたい馬のリストの方には僕はちょっとこの馬は、はい、あの、放り込んでいるという感じです。 で、えぇ、ー、関谷記念、えぇ、ー、調教だけの評価で気になるまリストアップということで、えー、週末の予想につなげていこうというところの、まず、えぇ、ー、調教の部、調教部門での候補ですかね。はい、ララ・クリスティーヌ、ロータス・ランド、ディビーナ、セルバーグ、ビューティフル・デイ、えー、ラインベックというところで、まあ、この1、2、3、4、5、6等名前をね、とりあえず挙げさせていただきました。 ええー、で、アナザーリリックはですね、芝調教なので、僕は非掲載にしました。あのー、掲載する時もありますけど、基本的にね、あのー、芝の調教の追い切りの馬は僕は買わないですよ。うん、あのー、やっぱ年間で見ても、どの年度で見ても、あの、成績は悪いので、ええー、勝たないとか、馬券内に来ないとかっていうこと言ってませんよ。成績が悪いので、あのー、 ほんとね、回収率で言ったらむちゃくちゃ低いところなんですよ。で、その低いところ、わざわざ回収率が例えば20%とか30%しかない状況の条件の馬を、その中から努力して努力して70%押し上げて、やっと100%のトントン、みたいな非効率なことは僕は基本的にしたくないんですよね。はい。なので、あの、うーん。 状況とかも別にね、あの、自分が見ても、この馬のね、あの、なんで、後ろ足が力強いとかね、踏み込みがすごいとか、そんなのがわからないっていうのももちろんあるんですけど、そういうなんか、その主観のところをあんまり入れたくないというか、はい、予想の本ちゃんになった時にはそこを足すんですけどね、自分の意見を足して、なんとか回収率をもっと上げていきたいっていう作業をするんですけど、基本的にやっぱ回収率が高い、えー、もう自分が買う馬っていうのは基本的に100%。 うん、低くても90%ぐらいの条件は満たしているっていうところに、ちょっといろんな要素を足したりとか自分の努力を上乗せして100%を超えていくっていう手法で僕はやっていますので。はい。なので、えっと、芝調教とかの馬からわざわざ、あの、努力して努力して、うん,うん、回収を上げようとは思わないですね。 はい。芝調教の馬で回収100%倍あの、芝調教の馬をうまくピックアップして回収100%超えれる人だったら、反路調教の中からうまくピックアップして回収率170%とかいけますから。はい。えー、なのでね、あのー、そうやって考えるとあれじゃないですか、やっぱ努力の方向って重要だなって思いますよね。 はい、そんな感じでお届けしてまいりました。ぜひね、チャンネル登録、高評価なんかしていただけたら嬉しいです。競馬本門著者やっております、竹内と申します。えー、っと、まあ、競馬の話はここまでとしてですね、台風ですよ。6号もね、今、九州の方大変かと思いますが、7号がですね、迫っております。えー、今の予報だと月曜日に、まあ、東海、えー、まあ、愛知、静岡の南ぐらいですか うーんそこから東に行って関東に行くのかまっすぐ来て東海にぶち当たるか西に行って関西の方に行くのか、まあ、いろんなシミュレートもされた、ね、あの予想モデルがありますけどわり、まあ、かしどうですかね関東に行くか東海地方っていうところが濃厚なのかなっていう感じなんですけど、まあ、あのお盆期間中なんでねあの皆さんも。 えー、例えば、えーまあ、川でバーベキューするとかね海に行くとかね旅行に行くとかいろいろあると思いますけどまあ進路台風の進路と気象,気象情報に関してはチェックしていただいてまああの安全確保できるなと思,う思えなければねちょっとまあ残念ですけどキャンセルするとかした方がいいようなそんな感じかもしれませんね帰ってこれなくなったりとかもねしますしね車も通行止めになったら飛行機飛ばないとかまあいろいろあると思うんですよ まあ理想的にはね、カクッと曲がってね、あの東の、まあ、遠くのね、南海上東にビャーって行ってくれたらいいんですけれども、まあ、なかなかそこまでは、うーん、かないのかな。もし、かっしても上陸しないでも、まあえー、東海どうでしょう、えー、静岡からね、えー、関東方面の海上を、まあ、舐めるように <laughs> あの、ね、移動していくような感じになるのかなと思いますので、 うん、ちょっとお盆のね、予定とか狂っちゃう方もいるかもしれませんけれども、はい。なんですけど、まあ、そのお盆明けのね、また、うちのチャンネル動画アップしてますから、その辺でね、皆さん元気にお会いできればなと思いますので、ぜひぜひ、あの、気をつけて、えー、行動していただけたら嬉しいなと、おっちゃん思っております。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。